海雄平は、福岡県福岡市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。福岡市立柳が小学校元プロ野球投手、石丸新一をモデルにした映画、人間の翼最後のキャッチボールを見たことがきっかけで、岩楠家中学校に進んでから本格的に野球を始めた。ボーイズリーグ、福岡県南支部に所属する、福南ファイターズに在籍。当時のチームメートに、 後に、女子公式野球ワールドカップの日本代表保守で4番を打つことになる西矢サミがいた。私立博多工業高校時代は4番を打ち、高校通算28本塁打を放った。福岡大学では1年春からレギュラーとなり、首相も務めた。3年秋には、九州六大学リーグの MVP ベストナインに選出された。 2009年のドラフト会議で阪神タイガースから3位で指名され、契約金6000万円、年俸840万円で契約して入団した。背番号は44。新庄二世となることを期待されたが、プロ社年度の2010年は、故障が重なり一軍昇格はなく、この年一軍出場を果たした、同期入団の藤川俊介、田上健一両外野手に遅れを取った。 1>, 1年目の2軍成績は41試合打率、194本塁打、14打点1盗塁オプス630。2011年はウエスタンリーグ前半1031試合で打率、289と成績を出し、フレッシュオールスターゲームにも選出された。しかし、その後は成績が落ち、2年目の2軍成績は86試合打率。 227、0本類打、4打点、3盗塁、オプス、564であった。11月から、同僚の荒木育也、秋山匠と共にオーストラリアンベースボールリーグのキャンベラ・キャバルリーに派遣され、19試合に、出場、67打数14安打、打率、209、0本類打、5打点、0盗塁、オプス、533の成績だった。 2012年も1軍での出場はなく、2軍でも打率。169と不審に終わった。10月2日に戦力外通告を受け、現役引退。大学時代に教員免許を取得しており、現役引退後は博多工業高校の保健単位育科の教員となった。2020年より福岡市立福岡清涼高校の保健単位育科教員となり、 野球部指導に携わる。大学時代は、相手チームの二類走者がタンダーでの本類突入を、自重してほどの強肩と50メートル走6秒の、瞬速が持ち味。高校生の時から大学まで7年間も追い続け、会の三位指名を担当した、長尾康則スカウトは、守りだけだったらすぐにでも一軍で通用する。補い札と広い守備範囲、状況判断。 そういうものを知ってますから、金本、新井みたいにガンガン打撃を鍛えれば、トリプルスリーも夢ではない。それくらいの素材などと非常に高い評価をしていた。プロ入り1年目の2010年4月15日、ウエスタンリーグの試合前にスイングチェックをしていた回を見て、当日のスカイ A の中継で解説者を務めていた。広沢克美は、スイングの際に、右のかかとがすぐに上がってしまうため、 変化球に対するためや呼び込みを作れず、速球には強そうだが、変化球には弱そうだと評した。ありがとうございます。